ヘクトルは木星のトロイア軍の中で最も大きな小惑星である。アウグスト・コプフによってハイデルベルクで発見された衛星を持つ小惑星としても知られる。ヘクトルは木星の前方ラグランジュ点 l ンのいわゆるギリシャ軍に位置する。ここにある小惑星にはトロイア戦争のギリシャ側の兵士の名前が付けられる。 ことになっているが、ヘクトルはこれらの区別が行われる前に命名されたため、トロイア側のヘクトルの名前が付けられた。ヘクトルは太陽系で最も細長い形をした天体の一つであり、およそ縦3 7 0キロメートル横2 0 0キロメートルの大きさである。これは、クレオパトラのような接触二重小惑星であると考えられている。 ハッブル宇宙望遠鏡による1993年の観測では核解像度が低すぎて二葉の形までは見ることができなかった。推定される平均密度には諸説あるものの小惑星の中では比較的低い値であることが知られており、おそらく氷を含んだ岩石でできた天体であろうと考えられている。2006年7月17日、 マウナケアの WM ケック天文台でのレーザーガイド製と保証光学装置を使った観測によりヘクトルの二葉の形が観測された D 型小惑星に分類され暗く赤っぽい色である2006年の観測により直径 15km の小衛星の存在が明らかとなりカリフ号 S20061 が付けられたその後の観測により S 2006の大きさは約1 2トル、ヘクトルからの平均距離は6 2 3 5トル、後天周期は2.9651日と推定されている。2017年3月にヘクトルの息子、アスチュアナクスの本名にちなみ、スコマンドリオスと命名された。ヘクトルは今までのところギリシャ軍で唯一の衛星を持つ小惑星である。トロヤ軍の方では、 2001年にパトロクロスの衛星が見つかり、後にメノイティオスパトロクリスアイメネチアスと命名されている。スティーブン・バックスターの1997年の短編小説ザ・フバースーツには宇宙飛行士がヘクトルを探検する様子が描写されている。ありがとうございます。